ではですね、ファスナーテープから、任意の長さでファスナーを作るやり方を説明していきたいと思います。今回使うのは、こちら3コイルファスナーです。3号の大きさのファスナーです。で、今回は20センチで作っていきたいと思います。なので、ファスナーが20プラス余白、余白はですね、その作る作品とかによって余白の長さが違いますので、とりあえずまあ今回は 1.5 ずつでプラス3センチ、23センチのファスナーテープを用意しました。で、ここの中に20センチのファスナーの口を作っていきたいと思います。で、使う道具、まずね、ファスナーのスライダーと、あとこちらちょっとちっちゃいんですけど、上止めとこちら下止めとですね、上止めが2個と下止め用のこちら金具が1つです。道具がファスナーを切るためのクイ切りと、あと、目打ちがあると便利です。ではやっていきたいと思います。この両端の巻いているコイルがありますよね。これがこう上向きに巻いているのが分かりますでしょうか。こういう感じでくるっとこう上に向いてるんですよね。で、この向いてる方の、仮にこのこう手を広げてこう Y の字みたくなってる感じだと思うんですけど、こちらを上と仮定します。で、ですね、ここをまず2センチぐらいね、こう裂いていきます。プチプチプチっとね、適当にこれぐらい裂いていきます。それで、裂いたら次はこちら、ここのね、裏から見て裏のナイロンテープがありますよね。ここからこのはみ出しているコイル、ギザギザギザってこう、まあくるくる巻いてるだけなんですけど、ここのね、ファスナーのコイルの部分を、テープを切らないようにここのコイルの部分だけ食い切りで切ります。だいたいこのテープの場合だと、今回はとりあえず7個ぐらいファスナーを切っていきたいと思います。飛び出てる部分を7つ切っていきます。一気に7個切るんではなくて、慣れないうちはね、1つずつでもいいんで丁寧に切っていきます。ではですね、この部分を食い切りで外しましたら、次はここの切ったところの残ったこっち半分のコイルがあるんですけども、これを目打ちで刺してピュッピュッピュッとこうピンピンって抜いていきますね。反対側が切れてるんで、こっち側がさっき切ったんで、こっち側のコイルは目打ち等でこう引っ張ると外れるようになります。では外していきますね。はい、ちょっと分かりづらいかな、このこういう感じでね、 U の字型にコイルが外れるんですよ。こういう感じでこっからここまでのコイルが全て外し終わりました。で、外したコイルが
こういう感じでね、ちっちゃい U の字みたいな感じでこういう感じでポロポロと外れます。で同じようにこちらのね反対側も外していきます。はい、で外し終わりました。で外した時に、テープを切ってしまったりとかして、こうナイロンのねテープがね毛羽立ってしまったりとかした場合は、少し炙ってでね、少しこう炙ってあげて溶かして固めてあげるとほつれ止めになります。ファスナーの上止めを用意しますね、とスライダーも用意します。このね先ほどのテープの処理したところの下を開けていきます。こうね開けていって、でここにファスナーのスライダーのこのね太い方、こちらですね、こちらの方を刺していきます。でこうグッグッと押していくと、こういう感じでファスナーがスライダーが入ってきます。はい、こういう感じでね。でこの時にちょっとこうねずれてたりとかした場合は一回外して下の方からやり直ししてください。で上まで行って、はい、ここまで来ましたよね。ここさっき処理したとこです。でちょっと戻して、はい、これぐらいにしときます。で次にこの上止めをつけていきます。これはですねこういう感じで爪が3本出てるんですよ。2本と1本みたいな感じで、こういう感じで爪が出てますので、なのでここのねファスナーのこのギザギザありますよね、ここのギザギザのところにこのね3本の爪のうちの2本生えてるのを、ファスナーのコイルとコイルの間にこう刺していくんですよ。で1本の方はテープの方に刺して、2本の爪はファスナーのコイルのねこのギザギザの表出てるところにこうかけて、1本はここのテープのところにグサッとこう刺して貫通させます。3本グサッとこう、感じでここにグサッと、はい、こういう感じで見るかな、こういう感じで爪が2本ありますよね。ここがファスナーのコイルのところにこうまたいでね刺します。爪が3つ出てますよね、これを内側に倒して、かしめていきますね。なので、こう爪が3つ出てるんですけど、このね食い切りとかで挟んで、この爪をギュッと挟んで内側にこう3つ倒すんですよ。こういう風な感じ で倒したら上から食い切りとかのこのね平らな部分でハンマーのように叩いてキュッてこう締めていきます。こうね出ている爪を挟んで内側に倒して畳んで、さらにキュッとこう締めていきます。はい、でこう内側にある程度畳んだら、食い切りのねここの平らな部分で上からトントンと叩きます。はい、こうすることによってこうね爪がね畳まれてキュッてこう締まってます。で同じように、ここねここの反対側も同じように金具を刺して固定していきます。はい、でこういう感じでね上止め用の金具が付け終わりましたので、こういう感じで、はい、完了しました。で今回20センチで作るので、ここのね、
上止めのパーツからぐるーっと来て20センチの位置に下止めをつけます。こうね、マークつけておきます。はい、で20センチ測ったところを今度ね、こちら、はい、先ほどよりもちょっと大きい足の4本生えたパーツがあります。これが下止め用のパーツです。ファスナー下止めです。はい、足が4つありますね、長方形で、これをこのね、ファスナーが閉じた状態で2つにまたいで、こう4本足があって、ここに、ね、ピッと挟んでいきます。このね、20センチのところにちょうど上に乗せていきますので、マークつけても隠れるので大丈夫です。はい、こういう感じで下止め用のパーツを刺します。裏を見るとこうね、足が4つ生えてます。でこれも同じように食い切りで内側に爪をね倒して、でまた叩いて止めていきます。はい、食い切りで挟んで爪を倒した状態です。であと今度ね、また平らな部分で叩きます。こういう感じでね、爪が完全に折りたたまれて金具がしっかりと固定されました。はい、20センチの、コイルファスナーができました。こういう感じで、ファスナーテープとあと金具さえあれば自分でね、好きなサイズのファスナーが作ることができます。であと最後にね、ここのね下のところ、ここのコイルも外せば完了です。作品によっては外さない場合もありますけれども、今回は外していきますので、同じようにこう裂いて、でまたここをね食い切りで切ってコイルを外して、でほつれてる場合はライターなどで少し炙ってあげましょう。ではね、これでねファスナーテープからのコイルファスナーのね作り方の、ざっくりなんですけども手順となります。基本的な手順となります。ではどうもね、ご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。